2K ニュースです。新潟県上越市は13日、上越市の民族資料を収蔵する上越市立歴史博物館岡沢拠点収蔵施設の一般公開を行いました。明日14日にも公開し、時間は午前10時から16時までとのことです。公開は昨年から実施しており、昨年は盆の時期だけでしたが、今年からゴールデンウィークの時期も増やしました。国重要有形民族文化財土舟のほか、農機具など約3万点の民族資料を収蔵しています。土舟とは、特に上越市久引地方の沿岸部を中心に地引き網の時に使われていた木製の船のことです。また降雪地帯であることから、農業や山仕事など産業のために使われていたソリのほか、江戸時代から昭和初期まで上越市内にあった油田関連の道具も展示されています。上越市板倉区源道寺周辺には日本初の油田、源道寺油田があったそうです。上越市立歴史博物館の花岡幸喜統括学芸員は、上越市は江戸時代以前から農業が主たる産業で、伝統的な産業の道具が豊富に残されているのが特徴だと話していました。 2K ニュースでした。